はい、半魔家の本家の半魔岩尾先生です。私はね、バイナリーオプションのスペシャリスト者でもあるんですけども、まあそれではね、世界の億万長者ぐらいね、アマゾンさんとか億万長者のね、ベストワンアマゾンさん、2番ビル・ゲイツ、3番目投資家ですね、3人いますけども、言いましたけども、その程度のレベルの億万長者しかならないんですよ、バイナリーオプションスペシャリスト私ね。まあそんぐらいは稼げますけどもね、200兆円ぐらいですね、稼げるのはバイナリーオプションのスペシャリストじゃだったらね、私でね。で、私はね、もう元に戻りたいということで、本物の貴族なんで、本物の金持ちになりたいわけですよ。戻りたいわけです。ね、それにはね、もう一個地球を育てて作って、私の別荘にする、専用ですね。専用の地球をもう一個欲しいんです。もう一個地球を欲しいんですね。それで、それは人間誰も入れさせない、私の別荘。ね、で、私の地球、もう一個の地球、これをね、作って世界をね、正しくね、郊外なんか作らないようにとかね、いうのを指揮して生きようと思って、まずはね、やっぱりお手本を見せないといけないって、地球ともう一個の地球ね、水が資源が豊富であるという、一つ私しか入っちゃいけないね。あとは人間よりか頭のいいロボットが全部私の食事から生産からね、自然作りとかね、防衛部隊なんかもね、人間よりか頭のいいロボットで全部作業いたします。仕事してもらっております。でね、それにはお金、人間全員のお金集めたって足んないわけですよ。ね、スター・トレックと同じような宇宙船も必要だしね、何百機も必要なわけですよね。で、半重力製のね、UFO 型のね、宇宙船になるわけですけども、それにはね、その今のバイナリーオプションのスペシャリスト社でね、稼ぐのはに私がね稼げますけども、アマゾンさんの1番とかビル・ゲイツの2番3番なんですよぐらいしか稼げないんですよ。人間たち裕福じゃないからね、裕福じゃないからお金がね都合できないんですね、人間たちから。それでね、自分でね、スタートレックのような宇宙船を組み立てる、で税金がかかんないように固定資産税かかっちゃうからね、国でやると。だから自分の国を地球に用意して、一人一人のね国を用意して、で今おしっこいいできたの、ちょっと待ってね、ごめんなさいね。で、今度コーヒーのね、豆結構おいしいんだよね。コーヒーの豆安くてありがとうございます、外国さん。輸入ありがとうございます。コーヒー豆安くて非常においしいです。日本助かっております。外国の皆さんありがとうございます。仕入れてるとこ外国ですので。ありがとうございます。本当に助かっております。私のためでしょうね、これはね。私が飲みたいからだと思う、用意したんだと思う。人間たち、日本人にはやんないからね。まあそういうことで、私の別荘はもう一個の地球です。ね。ということで、ぜひおね、手助けをよろしくお願いいたします。本物の貴族はそんなもんです。ね。そんなもんでもまだまだ
生き返れる装置、石棺というのはまだ人間の技術では作れないんで、ね、いつ死ぬかわからないんですね。だから昔のように自由がない今現在、ね、しかし頑張って立ち直っております、ね、そんなことね、禅の私の記録の方で見てください。理由がわかります。そういうことでね、ぜひよろしくお願いいたします。